中日細川が今季残しそうな成績。オープン戦成績290-6218-3本8打点、本 PS864、 日本5階席へホームラン。20本塁打届けば合格やろな。名古屋で40本打ったらベンチに銅像立つ。名誉チュニドラ選手として引退しても一生飯食えるの熱いな。30本目標言ってたし30本や。打率は気にしない。 OP 戦で名古屋で5階席2回持ち込んでるし、去年の活躍もまぐれじゃなさそう。去年と同じくらいかな。マークが集中する野郎から240、15、70。今年は中田とか上林とかいるからマーク分散するだろう。25本以上は打ちそう。どうせ30本ぐらいしか打てんやろな。去年超えててくさ。